包囲されるマクデブルク破壊されるマクデブルクマクデブルクの戦いは30年戦争において1630年11月から1631年5月20日にかけてカトリックである神聖ローマ帝国軍によって行われたルター派の犯座同盟都市マクデブルクの包囲戦及び戦闘終了後の略奪略奪についてはマクデブルクの惨劇といった表現を用いられる ゴットフリート・ハインリヒグラー・フフォン・パッペンハイム及び、ティリー・ハクヨハンセル・クライスに率いられた皇帝軍は、富裕な都市マクデブルクを包囲した後、陥落させた。都市陥落後には、傭兵で構成される兵士たちの制御が効かなくなり、住民の虐殺と略奪、市内への放火が行われた。この結果、3万人いた市民のうち生き残った者は、わずか5000人ほどとなった。 そのほとんどが女性であり、皇帝軍の兵士たちによる強姦の対象となった。その後14日間にわたり、伝染病を防ぐため死体がエルベ川のほとりまで運ばれて火葬された。この事件は、プロテスタント陣営に大きな衝撃を与えた。マクデブルクの惨劇をめぐっては、プロテスタント、カトリック双方から激しいプロパガンダ合戦が行われたが、事件の性格上、 プロテスタント側のプロパガンダが説得力を持った。それまで、グスタフ・アドルフ率いるスウェーデン軍に冷ややかな目で見つつ、強力に消極的であった北ドイツのプロテスタント諸侯は、こぞってスウェーデン軍への協力を進めた。その後、プロテスタントが命乞いをするカトリック教徒の捕虜を殺害するに際して、マクデブルクの正義、または、 マクデブルクの命乞いという言葉が使われた。壊滅的な打撃を受けたマクデブルクでは、ベストファーレン条約発行の時点で人口が450人しかいなかった。ありがとうございます。